目に何度も何度もロングスローを投げてきました。日本一のロングスロー、この決勝戦で見せられるか。ジョーさん、目が輝いてますね。いやそうですね、わずか数分のか、このために磨いてきたロングスロ ー、 すごい、ゴール前まで飛んだ、チャンスになった、キーパーの持ちを抑えました。ジョーさん、今のロングスローいかがでしたか。あんなの見たことないですね、あそこまで飛ばせる選手ね。まさに日本一のロングスローです。この位置からでもロングスローを投げてきます。ジョーさん、はい、残り2分少々のこの攻防になりますが、サッカー必要になってくるんでしょう。静岡学園は本当に守りきるしかないですからね。まずはこのロングスローをしっかり止めて、まあ、自分たちのボールを、ね、保持したいですけども、青森はまだここでチャンスですね。また19番鈴木のロングスローです。ヘディングが得意なキムヒョンを入れてきました。飛ばしてくる、ゴール前だ、飛んだ、藤原決まった、どうだ、キーパー抑えた、キーパーの地光平。会場が5万人を超えるファンが